それでは今日の授業の内容に入りたいと思います。前回は軌道小数演算の誤差の説明の残りの部分、それから多倍調整数の、特に非不整数ですね、非不整数の場合の多倍調整数の構成もしくは表現について見てきました。で、今回はその続きとしまして多倍調整数の加算について見ていきたいと思います。で、一応この多倍調整数をどのように表していたかということを復習しておきますと、ここは復習ですので適宜前回のノートを見ていただきたいんですが、もともとその1ワード N ビットの数をですね、 K ワードを使ってその1つの多倍調数を表すときの表現としまして、あるその V という値をこう表すときに、そのワードの A0 から AK までをこのような形で表すという話をしました。で、これをワードを並べて、この、A、ワードの A0 から A の K-1 までを並べた形で、この一つの多倍調数を表現しましょうという話をしました。で、今日の話は、このようにして、その与えられた 2個の多倍調の整数をこう加えるという話です。で、まず、その前提として、いくつかこう設けておくんですけれども、まず用いる道具ですが、これはその与えられた1ワードの整数ですね、二進数で表された1ワードの整数2個の加算を使って表すことにします。で、今この多倍調数がこのように与えられているんですけれども、計算機上で実際にその加減乗除を行う単位というのは、ワード単位で行うということを前提にしておりますので、1回にこう加減乗除を行うその数が1ワード分しかできないということですね。ですので、用いる道具としては、1ワードの整数の2個の加算を使うということです。で、もう一つはその桁あふれもしくは繰り上がりの検出を行う機構を用意しておきます。で、これはどういうことかと言いますと、皆さん多分普通に普段電卓などを使っていてもこう起こりうると思いますけれども、例えば皆さんよく手にするその電卓の専用機というのは大体10進8桁になっておりまして、で、
まあ、普段の計算はその8桁が収まったりしているかと思いますが、まあ、実験などでこう大きな数を扱ったりしますと、その桁溢れと、もしくはオーバーフローと言いますけども、桁溢れと言いまして、その 8桁の間にその扱っている数が収まりきれなくなってエラーになるというようなことが起きます。起きると思います。で、皆さん、こう紙の上に手でこう筆算でこう書いて計算を行っている限りでは、その桁が大きくなれば大きくなった分だけその桁数を増やしてこうノートにペンで書いていけばいいですから、その原理的に桁溢れはこうノートの幅を超えては起きないと思うし、ノートの幅を超えるぐらいの大きな桁の演算というのは多分手ではまずやらないと思いますので大丈夫だと思いますけれども、まあ、計算機だとそのまあ気軽にその大きな数を扱うことができるようになる反面、こういう桁溢れも頻繁にこう出くわす恐れがあると。で、当然ですけれども、まあ、桁溢れを起こったときにはそれを検出して何らかの対策を対応しておくことが必要になりますので、一応この今考えている我々が扱おうとしている CPU にもこの桁溢れの検出を行う機構が備わっているものとします。で、まあ、その名前は何でもいいんですけれども、一応このテキストでは補助演算装置という名前がついています。でということで、その、まあ、1ワードの整数の加算を行ったときに、その桁溢れを検出するのに、まあ、補助演算装置を使うことにします。じゃあ、それがどのように機能するかということについて、これから説明しますので、見ていきましょう。で、今これからその加算に使うその1ワードの整数を以前やりましたような箱の表現で書くことにしましょう。これは仮にその CPU のレジスターというものについて以前説明しましたけれども、 CPU のレジスターから今ですね2つの数を整数を加えてこう新しい整数を作るという操作を考えたいと思います。で、そうしますと、例えば最初に1つ用意しておくその整数が入ったレジスターを X というふうに名前を付けておきましょう。で、この X は今、その N ビットの整数が格納されておりますので、この N ビットの箱を、まあ、2進数なんですけれども、大きい桁から N マイナス1番目、N マイナス2番目、だから小さい方は1番目、0番目というふうに、こう、各箱に番号を振っておきます。で、今度は、この今考えているその2つの整数の加算を考えますので、まあ、もう1つ数を取ってくるわけですね。そうしますと、まあ、上の X と同じような形のメモリの箱を用意しまして、まあ、これレジスターですけれども、まあ、これをまあ Y と名前を付けておくことにしましょう。で、このようにして、1ワードの、符号なしの2つの整数 X と Y を用意して、まあ、これらを加えるということにします。で、そして、この加えた結果を3番目のレジスターである Z に格納するということにしましょう。
で、この2つのレジスターの各桁の加算は、皆さんがよく知っているその割あの足し算の筆算と同じようになるんですね。例えば、まあ、1たす1が来たのは、まあ、ここの桁は0になって、あの上の桁に1繰り上がるというふうに、皆さんが普段やっているその足し算の筆算を、まあ、二進法で行うということにするわけです。で、そうしますと、今、その n 桁と n 桁の整数の足し算をするので、そうすると、例えば、まあ、x の最上位ビットが1で、y の最上位ビットが2だとすると、これ、この最長2番目のビットのその繰り上がりがあってもなくても、結果はこうもう一桁繰り上がることになりますよね。ここが0になって、で、あのもう一桁繰り上がるんだけども、実はこのレジスタにはもうあの桁を入れとく場所がないと。で、そんな時に登場するのが、このもう一つの箱でして、で、ここがですね、補助演算装置と呼ばれる部分です。で、仮に、まあ、こんなふうに、こう、あの最上位桁からさらに桁、繰り上がりが発生した場合に、この繰り上がりの有無をあの格納する場所ですね。ここは、まあ、補助演算装置ということにします。で、この桁あふれが起こったか起こらなかったかという情報をガンマで表すことにします。で、このガンマの値は0か1のどちらかの値を取ることにしまして、で、まあ皆さんすぐに想像がつくと思いますけれども、ガンマが0の時は、まあ、繰り上がりなしと。で、まあ1の時は繰り上がりありと。という情報をここに保持するということにします。で、まあ、このようにその繰り上がりを伴う加算を行ったときに、この計算結果を次のような式で表しますが、まず注意しておくことは、この x と y と z の関係を一応数式で表しておきますと、x プラス y というのが、ガンマかける2の2乗プラス z になるということですね。ここの元々の最上位ビットは2の n マイナス1乗の結果ですので、で、ここからその繰り上がりが起こったということは、この繰り上がりが起こった桁というのは2の n 乗の桁に位になります。で、2の n 乗の位への繰り上がりがもし起こった場合には、このガンマが1になるので、この部分が加算、加えられるということですね。で、あと、もう一つ、この z の部分に関しては、この x プラス y の和の下位の n ビットをこの z に格納することにします。ということで、x と y を加えますと、この z というレジスタには、その x プラス y の下位 n ビットが入りまして、で、もし、この一番上位の n マイナス1ビット目で桁あふれですね、繰り上がりが生じた場合には、この繰り上がった1という値が、このガンマという、まあ、補助演算装置の変数に代入されるという形に、で、こう、桁上がりを検出するということにします。今この時こういう式が成り立っているわけですけれども、これを
テキストにありますように、x プラス y のこの加算の結果を解ビットですね、解ビットを表す変数 z と、それから繰り上がりもしくは桁溢れを表す変数ガンマの2つのペアで表すというのが、これから使う補助演算装置の表記です。ので確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。で、今度はこの補助演算装置を伴ったその1ワードの整数の加算を使って長さ k ワードの多倍長整数の加算を定義します。で、今この A と B、 多倍調整数 A と B の加算をすると書いておきましたけれども、一応最初に入力の A と B を次のように与えておきます。A の方はこのようなこのワードの並びでありまして、で一応その数学的な定義を書いておきますと、まあ、こんな形になりまして、あと B も同様ですね。で、まあ、それに対して出力を C と置きますけれども、出力 C は次のように置きます。ということで、その解くべき問題としましては、この2つの多倍調整数 A と B がこのような形で与えられたときに、その出力として C という多倍調整数を、まあ、このような形で表すんですけれども、この C がちょうど A と B の和になるように、この C の各ワードを定めなさいと、計算しなさいというのが、ここで解く問題です。まずは、その、まあ、テキストにありますようなアルゴリズムの形をいきなりやる前に、まあ、もう少し、こう、図のような形で直感的に、この計算の過程を見ていきたいと思います。で、まず、
入力となるこの A と B の各ワードを並べてみましょう。でこれは皆さんが普段行う筆算と同じ、筆算の時にその各数のですね、桁を並べるのと同じような要領でやっていると思ってください。例えば A の方ですと、その上位のワードから A の K-1、A の K-2 と並べていって、最後の階の方は A の1、A の0というふうに並べます。で、これに対して B の方も同じように上位のワードから上位のワードから B の K-1、B の K-2 と並べていって、最後、B の1、B の0というふうに並べます。で、まあ、これを加えていくわけなんですが、基本的には、その、各、そのですね、十進数の各桁の足し算と同様、この多倍長数の加算の場合には、まず各ワードごとにですね、対応するワードごとの加算が入ってきますので、それを行います。で例えば、最初は、A の0、ワードの A の0と B の0の場を取るわけですね。で、そうしますと、A の0と B の0が出てですね、で、先ほどの補助演算装置の記法に従いますと、ここで桁上がりがもし発生した場合に、これをまあガンマの1というふうに書いておきます。で、この桁上がり、繰り上がりなんですけれども、これは皆さんがやっているその足し算の筆算と同じように、このガンマ1を次の上位桁に加えるんですね。ですので、まあ、ガンマ1は次の A1 と B1 のワードの1にさらに加えるという形で、まあ、A1 プラス B1 プラスガンマ1を計算して、でそこでのその桁振れ、繰り上がりを、まあ、ガンマ2に入れておきます。で、また今度同じように、このガンマ2を次の桁の、その、に繰り入れてるわけですね。で、これを繰り返しまして、そうしますと、この段階で、例えば、K-2 のワードの段階では、こうなって、で、ここでのその桁振れがガンマの K から K マイナス1になりますので、これを、やはり上位桁に加えるということで、まあ、最後こういうふうに計算する。その後、ここですね、この値の方をそれぞれ、例えば A0 プラス B0 のその解桁の部分が C0 に代入され、あと、その次は A1 プラス B1 プラスガンマ1の解桁が C1 に代入されるというふうにしまして、そうするとここが C の K-2 で、そうか、一応この最上位桁では、ガンマの K まで計算しますね。で、この値の部分が C の K-1 と。ということで、まあ、このようにな、まあ、図式的にはこのような筆算を行うことで、この出力である C の
各ワードの値を決めるということになります。ここまで皆さんいいでしょうか。ですので、多倍長数の加算と聞くと、なんとなく大げさなふうに聞こえるかもしれませんけれども、やっていることの本質は、皆さんが小学校で学んだ、足し算の筆算ですね。あれと、何ら変わりはないはずです。結局、足し算をそれとかけたごとに繰り上がりが発生することがあって、発生した繰り上がりは上の桁でさらに加えると。それの繰り返しであるということなんです。で、あとこの図式による計算を見て、疑問を感じた人がいるかもしれません。その疑問点の一つとしては、例えばもし、ここですね、最上位桁で、桁外れが発生したらどうなるかという疑問があるかと思います。で、現在のところ、今説明しようとしているアルゴリズムでは、実は最上位桁への桁外れは想定しておりませんといいますか、アルゴリズムとしては片手落ちかもしれませんけれども、一応入力がですね、この最上位桁で桁外れを起こさないような値の範囲での加算を想定、仮定していますが、実際にそのコンピューターでその実用性のあるアルゴリズムを作ろうと思ったら当然ですが、例えばこの最上位桁で桁外れが起きる場合とか、それからもう少し一般的になりますと、今の問題設定では入力の A と B が共にワードの長さが等しいその加算しか扱っていませんけれども、一般にはその入力の A と B のワード長が異なる場合の多倍長数の加算もやりたくなるわけで、そういったもことに対応できるようなアルゴリズムの拡張も必要になるかと思います。その辺は、今回この授業では基本的な部分だけ説明しましたので、その辺の拡張に、必要な拡張については、ぜひ皆さん各自ですね、アイデアを練ってもらえればというふうに思います。ここまでいいでしょうか。この次には、今、その図式で述べた多倍長数の加算を実際にアルゴリズムの形で述べるということにしたいとは思うんですけれども、一応ですね、そのアルゴリズムっていうのが何なのかっていうことについて、多分皆さん、その1年生の時の情報の授業でも習ったかと思いますが、復習がてらもう一度確認しておきたいと思います。で、少なくとも、アルゴリズムとは何ですかと聞かれた時に皆さん答えられますでしょうか。ということについてちょっとやっておきましょう。日本語ですとしばしば三法と訳されることもあります。で、アルゴリズムが何であるかについては、いろいろな計算機科学に関する本に出ていますので、そちらを見ていただければと思いますけれども、今回説明するのは、その中である資料にのっとったものです。で、アルゴリズムというのは、ある入力に対して、ある出力を生成するための計算手順、もしくはステップのことを言います。ある入力、例えばこれは今の場合ですと、計算基数学ですので、式や値を取るわけですけれども、これに対して、ある出力ですね。これもいろいろありますけれども、
まあ、我々今計算機数学の授業なので、まあ、式や値になるでしょう。まあ、そのための計算手順ですね。まあ、もしくはまあステップとでも言えるものでしょう。で、そのアルゴリズムなんですけれども、いくつかの特徴、もしくは要件といえるものを備えています。すなわち、アルゴリズムと名乗るからには、これこれこういう条件を満たしておく必要があるというもので、まあ、これもその数学のような確固とした定義ではなくて、まあ、いろいろなこう定義の仕方があるかと思いますけれども、まあ、この授業では、その、クヌースという人によるそのアルゴリズムの要件を説明しておきます。まず最初が定質性と呼ばれる条件です。で、これは有限界のステップで定質することというものです。で、2番目が正確性と呼ばれる条件でして、でこれはその全てのステップにおける操作が厳密に定められていることを言います。ですので、例えばその数学的な計算ですと、その、まあ、あるステップではこのような何と何を加えるといったような操作がきちっと定められているということを言います。で、3つ目の要件は、まあ、入力に関する要件で、アルゴリズムは0個以上の入力値を持つこととされています。一応このことから読み取れるのは、そのアルゴリズムは、には入力は必ずしも必要ではないということですね。で、次の要件が、出力に関する要件で、出力に関しては、
1個以上の出力値を持つこととされています。あともう一つ要件がありますが、もう一つは有効性と呼ばれるものでして、でまあ、ちょっとこれは抽象的な説明になってしまうんですけれども、まあ、有効なもしくは意味のある計算が行われることとあります。でまあ、これに関しては、例えば逆に有効でない例としましては、まあ、この授業でもユークリッドの互助法をこれから扱っていきますし、あと皆さんも多分2年生の代数の授業でユークリッドの互助法に触れたかと思いますけれども、例えばその整数上のユークリッドの互助法にですね、例えばその入力として、有理数を入力するとか、それからあるいはその無限桁の小数を入力したりした場合には、それは当然意味のある計算が行われないということですね。ですので、まあ、そういうその意味のないような計算は やらない。ちゃんとそのこのアルゴリズムや整数だったら整数を入力して、ちょっと整数の GCD を返すような意味のある計算を行うと。まあ、そういう条件と思ってください。以上が、まあ、ここに挙げましたそのアルゴリズムの要件でして、ですので、実際に、ですので逆にその皆さんが、我々がアルゴリズムを考える際には、こういう要件を満たすように、こう、アルゴリズムを考える。もしくは、まあ、いろいろな局面でですね、このアルゴリズムが正しいということをこう証明する場合も出てきます。実際にいろいろな数学やそのコンピューターサイエンスを構築のいろんな理論を構築する上では、アルゴリズムが停止するとか、それからアルゴリズムが正しい、その数学的に正しい出力を返すとか、そういった証明も数学的に行いますけれども、そういった証明の多くも、こういった要件にのっとって行うということを覚えておいてください。さて、ここまでいいですか。では、それでは実際に、先ほど図で書きましたその多倍調整数の加算のアルゴリズムですね、テキストに載っていますけれども見ていきましょう。一応左側の黒板の上の方に先ほどのその多倍調数の加算の図が残っておりますので、ちょっとこの図を残しておいて、そのアルゴリズムを実際に書いていきたいと思います。で、まずアルゴリズムを書き出す際に最初にやることは、その入力が何で、出力が何でということを決めておくことです。まあ、テキストのアルゴリズムを随時確認していただきたいと思いますけれども、まず入力と出力から定めます。入力は多倍調整数の A と B ですね。
上の図にもありますような表現で与えます。でここでその与える入力の表現としましては、このように例えば A でしたら A0 から AK-1 の各ワードを用いるといったように、この表現をですね、このこれから書くアルゴリズムの中で実際に使えるような形でこう表現を決めておくことに注意してください。これはただ単に多倍長数 A とか B っていうだけ書いていただけでは、その実際の中のアルゴリズムでじゃあその多倍長数 A の実際に具体的なワード、何番目のワードに対してどのような操作を行うのかということは書けない、そのままでは書けないですから、一応この入力の際に、この多倍長数 A というのは、まあ、A0 から AK-1 までの K ワードを使って表すというふうに明記しておきます。で次に出力は同じく多倍長の整数、まあ、C ですね。でさらにこの C のはこういう表現で表しているんですけれども、その C が満たすべき条件として、この C は A プラス B の和に等しくなるような出力にするということを書いておきます。ここまでいいでしょうか。で、次にからですね、そのアルゴリズムの計算の具体的なステップを書いていきますけれども、アルゴリズムの書き方については、テキストの確か最初の準備のところにちょろっとだけ説明があったかと思います。何ページですか。テキストの5ページに、その下の段の方にアルゴリズムの書き方がいくつかあります。あ、どうも。で、それからあと多倍長整数の加算のアルゴリズムは、すみません、15ページね、15ページに書いてありますので、それを参照してください。で、基本的に各ステップは、には番号が振られておりまして、でまあ、1番、2番、3番というふうに番号が振られていて、で上から順番にこう1つずつ処理が実行されるようになっています。でまず最初に、括弧1として、まあ、こういう行がありますけれども、ここでもうそのアルゴリズムの書き方のルールがいくつかありまして、まず、ここで示しているガンマゼロですね。これは、一つの変数なんですけれども、この、まあ、この授業で使うそのアルゴリズムの記述の際には、このような形で適宜、その変数を導入することが認められています。ですので、ここでそのガンマゼロという変数を用意しました。で、次に、この左向き矢印なんですけれども、これは、この左向き矢印の右辺の値をこの左辺の式もしくは変数、あ、右辺は式か値ですね、右辺の式か値をこの左辺の変数に代入するという操作を表しています。ですのでこれ一つのまあ式と見ることができるんですが、この一つの式としては意味としてはこの0という値をこのガンマ0という変数に代入しなさいという指示を表しています。それからあと最後にですね、この文末にセミコロンがありますけれども、この1ステップ1ステップの文末にはセミコロンをつけるというルールにもなっていますので注意してください。ですので、まあ、この1行でいろいろな
ここからアルゴリズムの書き方のルールが出てきましたけれども、まずその操作するステップの番号ですね、それから変数、それから代入の式、それからセミコンですね、こういった要素が、アルゴリズムの要素がありますので注意してください。で、次に、フォアという言葉が出てきまして、一応ちょっと書いてみますね。次のステップではこのような文が指示が出ています。でこれも、まあ一通り説明していきますと、まずフォアという言葉が出てきますけれども、これは先ほど紹介しましたそのアルゴリズムの書き方のページですね、テキストの確か5ページだったと思いますが、そこにある構文の一つです。これは繰り返しの構文の一つでして、であるインデックスを、まあ、ある条件下で動かしながら操作を、その条件が真である範囲で操作を繰り返しなさいというものです。まあ、皆さん数学の中でその繰り返しの表現っていうとこう思い当たるものがいくつかあると思いますが、例えばシグマを使って和を取るとか、それからパイを使って積を取るとか、そういったものも繰り返しの操作なわけですね。それと同様のことを行う操作がまあフォア文と呼ばれる文です。で、その繰り返しの条件がここに次の文に書かれていまして、まあ、i が属数列という記号で、平区間で、まあ、0点々 k-1 カッコ閉じという表記がありますけれども、でこれもテキストに記載がありますが、この 0.k-1 というのは、0から k-1 まで整数を、まあ、通常は1ずつ増加させて、この i に代入しなさいという意味ですね。ですので、まあ、皆さんよく知っている記号だと、例えば和を表すシグマで i が0から k-1 を取るといったそういう操作に対応するわけです。で問題は、多分ここまでは皆さんすぐ分かると思うんですね。で問題はその次の行を理解することで、これはそのどういうことをやっているかっていうと、この i がですね、この範囲、この上の変数の範囲の中で、この ai と bi とガンマ i を加えなさいと。で、加えた結果を、が、先ほど、方丈演算装置でやりましたように、この解桁と、それから桁増えのビットが出てくると思いますけれども、で、解桁は、この ci という変数に代入して、で、桁増えの部分は、ガンマの i プラス1という変数に代入しなさいということを、行っています。で、これ実際にそのどういう操作に対応するかというと、例えば、ここですね。ちょっとこの図での、この一番下のワードの加算をもう一回振り返ってみたいと思いますけれども、一番下のワードの加算では、A0 と B0 を加えて、で、桁あふれがガンマ1になったということで、桁あふれをガンマ1に代入しなさいということをやってました。A0 プラス B0 は C0 に代入しなさいということをやっていました。ですね、基本的にこれの操作をですね、書き加えたのはこの部分だと思ってください。いいでしょうか。もし皆さんピンとこなければ、この i のところに具体的な値を代入して、上の図と見比べましょう。例えば、i に1を代入した場合ですね。i に1を代入すると、そこの上の図の a1 と b1 とガンマ1を加えた数を計算して、で、解桁の方は c の1に代入すると。それから、桁上がりのビットは、
ガンマの2に代入するというふうになっていることが分かると思います。ここでいいでしょうか。で、最後に、一つの疑問として、このガンマ0というのは一体何なんだという話があるんですけれども、実は、この図の、最下位の桁に着目しますと、その最下位の桁っていうのは、下の桁からの繰り上がりがないわけですね。ありませんよね。ですので、ところが、その処理としては、この他の上の桁と同じような処理にこう統一したいというわけです。その方が、まあ、もちろん、この下の桁と上の桁で処理の仕方を変えてもいいんですが、こう一つにまとめてあった方が、こうアルゴリズムとしては表現しやすいということで、じゃあどうやってまとめられるかというと、一番下の桁では、その下の桁からの繰り上がりがないですので、だから下の桁からの繰り上がりは常にゼロであるというふうに定義します。そういう意味で、このガンマゼロという変数を用意して、このガンマゼロにゼロを代入したということになります。ここは、まあ、もしかすると、ちょっと分かりにくい部分かもしれませんが、大丈夫ですか？ちょっと我ながら喋っていて、早口になったなと思いますので、もし分からない人がいたら、また後で質問するか、あるいは、後で公開する予定の僕の録画をもう一回見ながら復習してみてください。ここは何か質問がありますでしょうか？で、ここまでで一応今の問題ですと多倍長数の加算を行うためのアルゴリズムができました。めでたしめでたしというわけなんですけれども、実際にそのこういったですね、コンピューターで動くアルゴリズムを作る上では、そのアルゴリズムを、まあ、このようにアルゴリズムの形で書き下して終わりではなくて、これがまずちゃんと動くかどうか、それから、実際に実用的な速さ、もしくは我々が要求する水準で動くかどうかというのを吟味する必要があります。ですので、アルゴリズムのデザインというのは、むしろこのアルゴリズムを書き終わってから本番だと言っても過言ではありません。で、その吟味の一つとして、その計算量を調べるというのがあります。ちなみに英語ですと、そのコンピューショナルコンプレクシティというふうに表されますので、実は日本語の訳の計算量というのは厳密には当てはまっているとは限らなくて、コンプレクシティという言葉を直訳すると複雑さという言葉なんですね。ですので、計算の複雑さという意味も持ちます。まあ、日本語では計算の複雑さとか、あと計算量とよく呼ばれます。で、この計算量はまず何かというと、このアルゴリズムの効率を測る上で、まあ、理論的な指標の一つとして使われるものです。これはですね、どういう話かっていうと、例えば皆さんがこれから、そうですね、まあ、東京でも、九州でも、ドイツでもいいですけれども、どこか遠くに出かけるときに、どういう交通機関を選択するかという
そういう例えば例えを考えてみましょう。そうしますと交通機関というのはいろいろな手段が交通手段がありまして、例えば徒歩ですとか自転車といったような自分の力を用いるものから、電車ですとか路線バスとか新幹線とか飛行機とか自家用車とかレンタカーとかそういった今いろいろあるわけですね。そうすると例えばそれぞれの交通手段ごとにかかる時間ですね、所要時間、それから所要コスト、それから言ったようなものがこうあるわけですね。そうすると例えばその計算機のプログラムを作った時にですね、まあ、すぐにパッとじゃあやってみようとすぐに計算させてもいいんですけれども、もしかするとそのちょっと待てよと、実際に自分が作ったアルゴリズムを使う前に、まあ、それが果たして本当に自分の目的にかなった出力をしてくれるか、あるいは自分の欲しい時間内に計算をしてくれるかどうかっていうのを事前にちょっと見積もってみるだけでも、こういきなり計算をしだして、いや実際にはちょっと時間が足りないんでできませんでしたとか、そういう、あるいはそのメモリを使いすぎてコンピューターが止まってしまいましたとか、そういうトラブルに陥る前にですね、ある程度こう見積もりをつけられるという利点があります。まあ、そういった意味で例えば皆さんがそのどこか遠くへ出かけるときにそのどんな交通手段を選ぶかっていう際には、こう皆さんが知っている知識を生かして、でこう皆さん その持っている時間とそれから持っているお金などからですね、こうそれぞれにかなったあった交通手段を選ぶかと思いますけれども、このアルゴリズムの場合も似たようなことがありまして、まあ、例えばある計算をしたいと、でその計算をしたいときにいくつかのアルゴリズムがあると、でそのときにじゃあそれぞれのアルゴリズムの特徴はどんなものか、計算時間はどう違うか、もしくは、使うメモリの容量ですね、使うメモリの容量はそのアルゴリズムってどう違うかということをこう選択することで、こう皆さんが目的とする計算にこう一番かなったアルゴリズムをこう選んで、なるべくその時間や労力や電気代を節約できる可能性になるということですね。というような観点からですね、この計算量というのは、このアルゴリズムの効率を、まあ、測る上での理論的な指標の一つとして広く使われておりますし、皆さんにもこの計算基数学を学ぶ上で、一応ちょっとはこう知っておいてほしいなというふうに思います。で、その計算量には、主に2つの種類があります。一つは時間計算量と呼ばれるものです。英語ですとそのタイムコンプレクシティというふうに呼ばれます。でこれは何かというと、その必要な計算のステップ数のことを言います。でもう一つのよく使われる計算量の基準としては、領域計算量というのがあります。でこちらの方は英語でスペースコンプレクシティといいまして、空間計算量と呼ばれる場合もあります。でこれは何かというと、その一連のアルゴリズムの計算に必要な記憶容量を表します。
一応計算量と呼ばれるものには主なものでこの2つがありますけれども、この授業では主に上の時間計算量を扱います。領域計算量はほとんど扱いませんけれども、まあ、時間計算量の方はその、まあ、例えば今作ったその多倍長数の加算のアルゴリズムがそのどのぐらい早いと言えるのかというようなことをこうある程度理論的にこう確かめるということをします。でこれによってその皆さんが扱う我々が扱う多倍長整数の大きさが変化したときに計算時間がどのぐらい変化するか、例えば 100桁同士の数の加算でこのぐらい時間だったんだけど、じゃあ1万桁にしたらどのぐらい時間がかかるようになるか、そういったことをある程度理論的にこう事前に見積もることができるようになります。そうするとこういろいろな計算をする上である程度計画的にできるということも言えますね。で一方でこの領域計算量の方についてはこの授業ではほとんど扱いませんけれども、とコンピュータサイエンスの分野によってはこの領域計算量が重要なこう位置を占めるものもあります。例えばその携帯電話でですね、その必要な暗号の処理を行おうとするような場合があります。でその際にこの暗号というのは大体こう整数論を使っの理論を使って行う計算がいろいろありますけれども、そうしますと必然的に大きな桁の数を扱ったりする必要に迫られます。しかしながら携帯電話ですとかもっと小さなこう USB メモリのスティック型のデバイスですとメモリの容量に限りがありますので、そういった限界の制限のある容量に制限のあるの機械にですね、そういった必要なアルゴリズムを実装する際にはなるべくメモリの使用量を節約しながら実行するという必要に迫られる場合もあります。そういう分野においてはこの領域計算量も重要な意味を持つ場合があるということを覚えておいてください。ということで今日はその計算量の導入のところでだいたい時間が来ましたので、次回はこの計算量の表し方としてその以前の授業で飛ばしますと言っていたその全金記法を中心に解説をした後、この今回やりました多倍長整数の加算のアルゴリズムの計算量を見ていきたいと思います。何か質問などありますでしょうか。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。